どうも、亀梨和也チャンネル、亀チャンネルです。いやー、今日ですね、ご覧の通りあいにくの雨なんですよね。もともとは宮崎高千穂に行こうと、もうこんなね、すごいでしょ、準備していろいろな観光マップとかね、行こうと思ってたんですよ。ですけどちょっと雨で、ちょっとなかなか大変なんじゃないかと。あー、行きたかったな、これ見て。うわー、あれ、晴れ男なはずなんですよ僕で、スタッフさんも晴れ男だって。怪しいですねまあしょうがないな。ということでですよ、亀梨には何がある？インスタグラムがありました。僕、質問箱っていうのやったことなかったんですけど、初めてやってみようかって。で、今この場で本当にちょっと時間ができちゃいました。市内でおすすめの場所とか会いに来てくださいと、マッチングしてみようと。亀梨宮崎マッチングということで、やりますか。何が起こるか分かりません。質問箱ってどうやってやるの？じゃあまず普通にストーリーを、ストーリーズあげる、あげる時の写真だったりとか動画とか。さあ、亀梨くんのクリエイティブが始まります。おはようございます。挨拶はなくてもいいかもしれない。なんで？麻生じゃん。まあそうっすね。確かに、いやいや、あってもいいと思います。あんまり珍しいなと思って。嘘、やんないの？じゃあグッドモーニングにしよう。そういうことじゃないちょっと分量多すぎると読み切んないね、ストーリーズ。確かに、レクチャーインスタレクチャーで、これ、コメント入ってきたらどこでわかんの？右上のハートのところを押してもらって。右上のハート、この人はいいねしました、コメントしましたってのが出てくるんですよ。初めて見た。珍しいっす。嘘お、ヤマピー、あなたにいいねしてくれてるよ。2週間前、ヤクルト村上選手。あ、布袋さんもいいねしてくれてる。すごい。あ、目黒もいいねしてくれて、あ、フォローしましたか。あ、でももうすでに1万人以上の方が見てくれてますよ。チキン南蛮小倉、うちおいで、亀ちゃん行きますか。家行っていいのかな。家ついて行っていいですか。やっていいの。エビノのコカ・コーラ工場は見学行けると思います。コカ・コーラ工場があるの。やっぱチキン南蛮小倉だよ。宮崎のホットモットのチキン南蛮は他県と味が違うと聞いたから聞いてきてほしい。ホットモットどうしました。ご飯屋亀ちゃんっていうお店が、あ、そんな、なんで、どうやって調べたの。コメントありました。あ、コメントあった。もうなんかいいじゃん、美味しそうじゃん、体に良さそうなね。幸せの黄色いポスト、何入れる？運玉投げ、運玉投げ、玉を投げて運を占うというか。どこにあるの？日南海岸。日南は遠い？1時間です。まあまあ遠いね。でも1回しか投げれないのかな。1時間かけて1回投げてちょっと入んなかったら落ち込んで帰ってくる。5回挑戦できるらしいです。何のそのルール、ローカルルール5個で200円で、あ、運玉が売ってる。運玉が売ってんだ。お賽銭をこう入れるわけじゃなくて運玉が売ってんのね。亀石になるみたいです。お、亀石に、なんか悪くないんじゃない、うん、結構じゃあ亀多いね。亀ちゃん食堂あって、亀石があって。宮崎亀ツアー、亀ツアーする。あ、おはようございます。すいません、突然のお電話で。ですね、はい、私亀梨和也と言いまして、はい、ちょっとあのアイドル業をやっているものなんですけれど、はいはい、YouTube 撮影をですね、僕の亀梨和也チャンネルというものがありまして、はい、もしよろしければ撮影させていただけたら非常にありがたいんですけれども。ありがとうございます。じゃあこれから向かわせていただきますので、じゃあ一緒に、はい、寄らせてもらいます。はい、すいません、ありがとうございます、ご丁寧に。失礼します。
取れました。ということで、まずはウドジングーさんに向かいましょう。ということで、レンタカーを借りてきてもらったので、今日はこのレンタカーに乗って、まずはウドジングーに早速行きましょう。レッツゴー。ここから1時間ぐらいのドライブ旅です。いや、ちょっと高千穂は残念でしたけれども、インスタ皆さんのおかげでちょっと行く場所が決まりました。ありがとうございます。ウド神宮さん許可もねいただきましたから、ウド神宮さんもありがとうございます。亀があれなのか、有名なのか。初めての一人旅が沖縄なんですけど、全然宮崎とちょっと話が違うんだけど、2日間東京で休みが急遽もらえたんですよ。でどうしようかなと思って、で急遽思い立って、よし空港に行こう。18歳の話で沖縄に飛んで、もう何も分かんない、情報なしで行ってるから、右も左も友人もいないし、その当時とりあえず海行きたいよねと思って、で海の方行って、結局あの旅何したんだろう。でもなんかすごい思い出に残ってんだよね。やっぱ全部ホテル取ったり飛行機取ったりも全部自分でやったから、そういうなんだろうな、免疫は蓄積していってますから、結構予定通り行かない、何も決まってないっていうのも嫌いじゃないんだ。あ、じゃあ逆に言ったら何でもできるじゃんって思ったりもあるし、だから今日なんかも逆にもう何も決まってないって、ちょっとワクワクしました、久しぶりに。うわー綺麗、天気ともっと綺麗だよ。電車も走ってるから電車乗りたいな、なんか電車旅とかもしてみたいな。で今日本当は高千穂行けたらちょっと電車乗れたんだよね。前に福ちゃんがさ、福が来てくれたじゃない、あんちゃんとも会いたいよねって、妖怪人間3人でなんて話をしてた。福があーちゃんとこう連絡を取り合っていて、さっきみんなでこう連絡がつながりましたよ、ついに。なんかそういうのもいいな、ちょっと思い出トークになっちゃうけれど、一緒に作品ものづくりをした同志たちと再会みたいな、なんかそんなことしたいよね。あ、そろそろです、出てきたよ看板が。これ左曲がったら到着じゃないですか。ここからまだ 1.2 キロあるんだ。じゃあもうほんと先端にあるんだ。海の先端ではない。うわなんかすごいよ。すごい。なんか神秘的。到着です。さあということで到着、ちょっとまだ雨降っていますけれど、まず社務所という場所に、社務所って何なんだ、失礼します。すごいなんか不思議、神社なのに見てください、こうヤシの木ね、なんかさないよね。不思議な感じ。あーなんかいいですね、空気が気持ちいい。わあすごくない、海沿いにこんな、あ、これが社務所。うん、社務所。社務所って何の、神社の事務所、社務所。はい、ということで無事大丈夫です。じゃあうんたまをやりに行きましょう。よいしょ。わあでもすごいよ、いい景色じゃーん。すごいね、すごい立派ですよこちらも。
結構先の方に行くのかな。くん玉、くん玉っていう響きがね。江戸神宮、あ、本殿もっと先ですよ。うわいいね、いいね。ちょっとぐらい止めてもいいか。時間できた。ウサギちゃんがいっぱい。ウサギちゃん。かわいい。あ、ウサギがやっぱなんか有名なんだけど。ウサギとカメ。ウサギとカメ。すいません。ルガヤフキアズレナミコト。このウド神社は。お関さんが、はい、決めて決めて決めて、こんにちは、どうもお世話になります。ありがとうございます。すいません、今日は突然の、ありがとうございます。で、手拭きを寝ていただいて、はい、わかりました、はい、この先、橋があって、はい、洞窟が見えてくると思います。洞窟があるんですか。そうですね、全国的にもまあ大きい規模の洞窟がありまして、はい、まあ、普通神社って大体こう上に上がっていくと思うんですけど、はい、まあ、うちはちょっと特殊で下に、まあ、神社って本当は上に上がって大体そのまあ地形でまあやっぱ神様が上の方がって言われなんですけど、はい、うん、うちの場合は下に下がっていっていますので、あ、本当だ、左手が階段が、すごい。あ、あそこだ。本当だ。ちょっと亀さんみたいな。わかるかな。これこれこれ。こちらです。亀と亀。ウサギと亀だ。うわ、なんかすごいいい絵。天気いつもと綺麗に海の音ですね。そうなんです、ね。はい。今日もちょっと日出てきましたね。そうですね。よかった、雨止んで。じゃあ早速行かせていただきます。はい。ありがとうございます。ちょっと滑りやすくなってますね。はい。わかりました。はい。うわ、なんかすごい素敵だね。これがだってさ、この岩のあれとかも自然でしょ。すごくない、こんな。あ、運玉来ました。投げ方、男性は左手、女性は右手。左手なんだ。運玉をゲットしましょう。あ、言ってました。こんにちは。こんにちは。どうも。すいません。運玉を。はい。200円です。はい。よろしくお願いします。よろしかったらお好きなところ。お好きな運玉を。はい。おすすめは角です。角おすすめなんですか。はい。じゃあ角おすすめ通り。300円の。はい。ありがとうございます。え？え？どうぞ。え？サービス運玉。サービス運玉なんてあるんですか。イケメン。ありがとうございます。じゃあ、結果8個の運動をゲットしました。ありがとうございます。すいません。そう、ということで亀岩前にサービス3つ。本当にいいの。あ、こっからですね、これのあそこの輪っかの中に入ればいいってことかな。よし、じゃあこれを角がいいんじゃない。じゃあ、いきます。亀梨くん、2024年運玉、初運玉江戸神宮行きましょう。残り7個。弾かれちゃいけないってこと。割れてもいけないの。難しいね。弾かれちゃう。枠には入ってんの。入れたいね。弾かれる。あと3つ。うん、玉入りました。ラッキー三玉。ラッキー三玉だから6投目で。ありがとうございます。ありがとうございます。
弾かれちゃうんだね、結構ね。勉強になった。だってすごいよ、みんな見てくださいよ、石の周りに運玉だらけ。みんな結構弾かれてますね。ということで、あ、どうもすみません、突然のお電話で申し訳ございません。ありがとうございます。中の方も借りますか。あ、中も、あ、もうぐるっと回れるので。え、いいんですか。はい、大丈夫です。いいんで、ね、紹介していただきたいと失礼します。ありがとうございました。入りました、一つおまけの6投目で。ありがとうございました。今お参りされてるところがお参りされてる天然岩を、これはもう天然のものですよね。はい、洞窟が天然。洞窟が、はい、ちょっとお挨拶行かせてもらっていいですか。一つ渋さが重なっているように見えるのでお乳岩というふうに言われています。こことほんとだ、このご祭神がお生まれになられた時にここで出産が行われたので、あの安産信仰としています。でそれをあのお乳飴というふうに飴にして、今でも出産をされる方とか、あの妊娠中の方とかですね、安産祈願に来られる方とか。そうですね、結構犬の人ご夫婦でお見えになられます。せっかくだからおみくじ引きますか。これはですね、日南の特産品、伊勢海老とカツオの形をした、まあ、ハリコっていう、まあ、縁起物なんですけど、それが感じます。あとこれにおみくじが入ってます。感じで、どっちにしようかな。伊勢海老でしょ。これは釣るなってことなのかな。そんなかかる。違うやつなのかな。でもなんかせっかくもこれで気になるよね。なんていうの、これ気になるよ。これでいきます。あー、しゃしゃ、あ、違う。他じゃないところが釣りましたけど、釣れました。ダダン。ちなみに前回は、末吉。昨年はです。今年初、本当の今年でいうと今年初おみくじです。あ、すごい、なんか焼き物だね。みくじさん、もうこれって決めて他の取りやすいやつを行かずにこれにしました。すごいわ、末吉。今年はもう末吉なんだよ俺。でもなんか結構悪くないですよ。願い事も少し先あるかな。飽きない、買い入れる、宝吉。旅立ち、急がぬ方が良いと分かりました。急がずね、神様。学問時期は今、全力を尽くせ。学びの年ですよ、今年は。はい、こちらどうぞ。お好きな方どうぞ。ありがとうございました。お世話になりました。ありがとうございました。はい、ということでですね、宇土神宮さんに今、行かせていただきました。いや、入りましたよ。よかった。それで、ちょっとやっぱお腹すきましたね。今もう1時ぐらいなので、コメントいただいた、カメちゃん食堂、ちょっと、お電話してみましょうと。すごいね、インスタの皆さんに導かれて。もしもし、ごはんよカメちゃんです。すいません、突然のお電話で、失礼します。亀梨和也の YouTube チャンネルという YouTube を今撮影していまして、はい。私、その本人の亀梨和也と申します。突然のお電話ですいません。ですね、これから、
1時間後ぐらいなんですけれど、お伺いさせていただいて、 YouTube 撮影というのは可能でしょうか？私たちが出なければ、はい、よろしいですけれども、はい、なんか私たち撮影されるとちょっと、うん、わかりました。合わないんですよ、私たちおばちゃんだから。いやいや。でしたら、皆さんの撮影はなしで、お食事と、お店の中で食べさせていただくのは大丈夫ということですか？それだったら嬉しいですけれども。大丈夫ですか？それではじゃあこれから1時間後ぐらいに到着になります。2時ぐらいなんですけれど、お待ちしております。はい、すいません、ありがとうございます。失礼します。はい、失礼します。なんとかでもちょっとね、無理をさせていただいちゃうと申し訳ないんですけど、とりあえずじゃあ向かわせてもらいましょうかね。って言って、やっぱりって言うんだったら違う場所に行きましょう。はい。ちょっとあまりね、そういう無理はしていただくのは申し訳ないので。じゃあ早速向かいましょう。これで1000円。安っ。これ美味しいな。行きますよ。行きますよ。行きますよ。